大人の絵本図書館へようこそ。今回紹介するのは佐々木真希さんの書かれたやっぱり狼という絵本です。この絵本の主人公は一人ぼっちの子供の狼。仲間はどこかにいないかと毎日あちこちをうろついていました。ある時はウサギの国へ、またある時には豚の国へ。しかしどこへ行っても自分に似た子は見つかりません。それどころか狼はみんなに怖がられて、誰と話すこともできませんでした。彼が最後にたどり着いたのはとある墓。ここに住むお化けたちにだって仲間がいたのに、狼だけは一人ぼっちのままです。そうして彼は悟りました。やっぱり俺は狼だもんな。狼として生きるしかないよ。狼は空に向かってけと一言つぶやくと、不思議と愉快な気持ちになってきました。生きていると自分の力ではどうしようもできないことがよくあります。お金が欲しいのに給料が少なかったり、誰かと一緒にいたいのに近くに誰もいなかったり、そんな時足りないものを必死に求めても得てしてもっと辛くなってしまうものです。それだったらこの狼みたいにけと悪態をついてもいいから、今の自分を受け入れるようにしたら少し気持ちが楽になるかもしれません。今回はやっぱり狼という絵本を紹介しました。気になった方はぜひ実物を手に取って読んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。